はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進丸2をお送りします。で、前回ね、このタイトル始まって、前回はね、ポイントだけの動画だったんですが、ここからね、問題演習ちょっとね、やっていきます。で、今回は4問角度出す問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず丸1から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回この角度出す問題は内心と外心のこの2つを使います。で、まあ、この2つが一番出てくるんですけど、まあ、重心も出てくるか。で、内心外心に関して、あ、それなんだっけなと思う方は1個前の動画でちょっと確認してみてください。で、ちなみになんですけど、これ4つ心があるじゃないですか。本当はね、もう一種類防心ってのがあるんですね。で、防心に関してはこのタイトルのね、まあ、ナンバリングというか、これが丸4までかな、一応が取り終わった後に1本防心やろうと思ってますので、まあ、そこに関してはそこで確認してみてください。じゃあそれましたが、行きましょう。で、今図があって、I が内心です。で、O が外心ね。つまり上2問が内心の問題で、下が外心です。で、その時に各 XY を求めるんですが、もうね、特徴を、もう角度のモデル出てくるんですけど、内心といえばこれだよね、外心はこう使うよねっていうのを掴んでください。で、内心の方が簡単です、こっちの方が。で、まず内心っていうのはそれぞれの角の二等分線の交点なので、ここ32って書いてあったら、もちろんここも32なんだよね。で、ここ35だったらここも35なんです、必ずね。だから分かりやすい。で、まあどう出しても構わないんですが、今ここが64度でしょ、この A がね、64度プラスここ35だ、35で70度、なので足すと134度だと。で、三角形全体で180だから、そっから134を引くと46度になります。で、この46度っていうのはここ全体が C がね、46度なので、ここももちろん X もこことここ二等分線で半分にすればいいから、だから46÷2をして答え23度と X ね、まあこれ X しかないんでこう書いちゃいますけど、こういう風に出してください。内心に関しては角の二等分線だからね。で、2番は80度っていう角度のヒントしかないんですけど、これも、あ、I が内心か、内心って角の二等分線の集まりだったなってのが分かれば、こことここ、もちろん角度同じです。で、こことここも角度が同じになるっていうのが分かってしまえば、実はこれ中学校の時やってるんだよね、このタイプの問題。で、どう出すかっていうと、これ、それぞれの角度は分からないんですが、今、ここが80度ってことが分かってるので、丸2個分と×2個分。だから、まあ、こういう書き方しないけどね、本当はね。2個の丸プラス2個の×。まあ、本当はね、文字使っておいた方がいいけど、ちょっと許して。2個の丸と2個の×を足したら、これ入ってるかな？大丈夫だね。足したら、もともと80使っちゃってるんで、180から80除いた100度が残ります。今こういった感じね。で、ここの部分を、まあ、ちゃんとやるんだったら、2でくくると、ちょっとね、顔みたいになってますけど、丸と×のセットが2個分で100なわけですよ。そうすると、両辺2で割ると、丸と×の1個セットは50度ってことが分かります。丸と×はね。ってことは、こことここがそれぞれ何度何度か分からない。けれど、こことここを足すと50度ってことは分かったの。だから、下の三角形、ここね。この三角形見ると、もちろん三角形なんで、中は180度じゃんか。で、180から50を引いてあげれば X が残るので、ちょっと書こうか。180から50を引いて、答え130度って。こういう風に出してください。
まあ、これが内心だね。角の二等分線をうまく使ってください。で、次外心です。で、外心も角度の問題をこれを使うってほぼ決まってるんですけど、で、間違っちゃいけないのは上と違って角の二等分線ではないです。だからここ20度でここ20度にはならないです。30だから、え、30じゃんみたいに行かないように気をつけてください。じゃあ何使うかっていうと、外心なんで、ここ外接円があるんだよね、外にくっついてる。で、これ多分ね、まあ、許して、こんな感じで外に円がくっついてる。で、これをイメージできれば勝てます、角度の問題で。どう勝つかっていうと、結局 ABC はくっつい、頂点ね、円にこう内接じゃねえや、くっついてるので、例えばどこにしよっかな、じゃあここにしよっか、この三角形、全部の三角形そうなんですけど、ここね、OA、これ円の半径です。OB、円の半径です。つまり、OAB っていう三角形は二等辺三角形になるんです。そうすると、二等辺三角形なんで、ここ20度だったらもちろんここも20度なんだよね。底角同じだからね。ってことが分かれば、これ、下の三角形ももちろん二等辺です。ここ OC 半径だから。だからここが30度になる。こうやって。手に分かる。っていう感じ。で、まあ Y もすぐ出せるんですけど、まあ X からいきましょうか。これはですね、まあどう出そうかな。ここで30、30、20、20を使ってるから全部足すと100なんだよね。じゃあ100だから、おっと、青が、ちょっと待って、インクが出なくなっちゃった。180から100を引き算します。それが80度です。で、この80度は、今この X のここと残りここの分です。あと全部足してるからね。30、30、20、20足したから。で、この三角形 OAC ね。これももちろん二等辺三角形なんで、ここ X だったらここも X なんでね。同じなんだよ、角度。だから、80度っていう残りを2個で分けてあげれば X が出るので、X イコール80割る2、つまり X は40度ってことが分かります。で、 Y に関してはもう下の三角形で30度30度出てるので、だから180から足した60度を引けばいいから、これはもう暗算っていうか書いちゃおうかね。答え120度と、こういうふうに求めてください。まあ、ポイントは外に円があるよねって。だから半径使えば二等辺三角形がいっぱい出てきます、外接円はね。だからこっちも同じです。これちょっとね、上とアウト角度80で合わせたんですけど、こっちは外心なので、さっきの丸々バツバツは使えないです。角の二等分線じゃないからね。でもよいしょ、まあ、ここに円があるよなというふうに思ってもらえば、ここの角度は同じになりますね。角度は同じになる。で、いやでもそれ角度わかんねえよなと思うかもしれないんですけど、これ中学校の知識使ってください。何かっていうと、これちょっとあの中学校の時の俺の動画の言い方使っちゃうんで、あの違和感あったらごめんね、申し訳ないんですけど、この2箇所をスタートとしたら、これ円の中心だよね。つまりBC から伸びてる、これは中心角になります。で、同じスタート、BC から円周上に伸びてる、ここは円周角になります。円周角の定理やりましたね、中3の時に。円周角の半、ごめん、2倍になります、中心角は。だから、80度の2倍なんで、X は、右手かけるか。X イコール、まあ、80かける、2なので160度と、これで終了になります。円があるからね、だから円周角使えるよっていう話。いいかな。もちろんそれね、円周角こっちでも使うことできるんですけど、まあ、こっちは地道に出したが分かりやすいんでね、ちょっとこの解き方でやらせてもらいました。では今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回も問題演習を2問ですね、ちょっとこの角度を求めるタイプではないんですが、問題をね2問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。
上です。ありがとうございました。